ました。めちゃめちゃ気持ちいいです。ちゃんとしっかりと縛ってきました。大丈夫かな。あ、来ました。ホースちゃん来た。来ました。ホース、嬉しい。あ、すごい。こんな感じで。お、暴れるフォーク。テント生地みたいな感じのこうレジャーシートなんですけど、日よけタープになるんじゃないかな。でこの四隅にね、こういうのがついてるけど、なんかできそうな気がする。足冷やすだけでもめちゃめちゃ気持ちいいです。気持ちいい。綺麗のボタンも綺麗ですね。綺麗。以前あそこの後ろのね棚作って、こう
置くっていう動画もやったことがあるんですけど、模様替えしてこっちの壁にねあったやつを内側に移動して今あんな風になってます。家具の配置が変わったので絵を飾り直したりとか、ちょっとね観葉植物をつける棚をつけたいなと思います。いいでしょうかね。これはなんか軽いので、まあ、もしね何かあってこう落ちてきてもここに座ってて全然怪我しない感じで、まあいいんじゃないかなと思います。次はこのベッドのところに置こうかなと思っているやつですね。ちょっと大きめのグリーンのやつにしようかな。高すぎず低すぎず、幅のこう大体真ん中ぐらいっていう感じですね。落ち着く寝室って感じです。こんな感じ。ポトスの鉢を置いてバーッといっぱい、下に伸びていってますね。まあ、こちぎれの作品とか。あ、そうだ、これね。前に私はその飼ってたインコちゃんですね。青ちゃんと白ちゃんの写真。に庭ともねこう目つぶって寝てんですよ。もうすっごいかわいい。あとまあちょっとねこの装丁が綺麗なこの「戦争ワンダー」って本もとても好きなので置いてみたりしてます。ここからですね、落ち葉の飾ったやつです。ちょっと最近の私のお気に入りの本がいろいろと置かれてます。この引いずるところの天使はねちょっと前に大人買いしました。で窓際のところには観葉植物を置いて、なんかもう元気ですね。この子たち、ちょっと大きい子たちが5年目ぐらいですかね。観葉植物でかなり大きくなってきました。この子一回株分けもした気がするし、この子もこう剪定して、今下で差し木か、差し木した子も大きくなってますけど、霧吹き、ね、シュ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 して、みんな元気に育ってくれてます。で、お水あげるときはこちらですかね。ボトルであげるとこぼれづらいのでいいですね。今ね、ベランダ枕たちが干されてます。はい、あとでちょっとこれ片付けてミニプールに水入れてまた遊びたいなと思います。植物吊るせるかなと思う。ちょっとこれからこれをね取り付けてみたいと思います。ここもちょっとね、素晴らしくいいじゃないですか。素晴らしくいい。この子もちょっとつけてみましょうか。これの方が可愛いね。こんな感じかな。よいしょ。こうした方がいいかな。あ、可愛い。ね、段差があるとバランスがいいですね。で、今日飾った絵ととてもいい感じになってます。なんか立体的になりました。すごい。はい、すごいいい感じ。綺麗です。いいですね。うん。ダカスカルジャスミンで、お花はちょっとしぼんできたんですけど、でも綺麗です。はい、やっぱりね、ボタンすごい綺麗です。